はい、先ほど沸騰させた鍋をですね、鍋じゃない、お湯を何に使うかというとですね、このでっかい焼きそば弁当っていうやつに使います。なんかこれ北海道限定でしか売ってないらしくて、この代わりにペヤングがこっちで売ってない、ペヤングの代わりがこれって感じですけど、とても貴重です。破いちゃったら終わっちゃうので、北海道限定。ではそーっと開けていきましょう。ちなみに結構簡単に開きました、ここから。そーっと開けていきます。これ実はですね、1日半ぶりの飯なんですよ。いや、1日ぶりかな？ 1 日ぶりだ。慎重に開けないと、北海道土産です。袋が。ようやく食べてきました。記念です。さて、裏側の作り方表紙。
げえから。ふりかけと中華スープですね。で、火薬ですね。この3点セットですね。中華スープは戻し湯でやるということですね。容器の内側の線までですから、ここまでですね、注ぎますね。おお、麺が2段重ねですね。沸騰したお湯を注ぎ込みます。なんと 0.6 リットルでは足りないのか。これはまずいですね。とりあえず温めつつ追加のお湯を即沸かしていきます。あ、火薬も一緒に入れないといけないんですね。こちらが火薬となります。中華スープ、戻し湯で作る中華スープ。マグカップとコップです。コップに中華スープを入れます。しかし戻し湯を活用するとはうまく作ってますね。北海道、さすが未知の国です。北の国。中華スープの素です。さて、お湯が沸いたので
すごい。やけどするでっていう感じですね。入れます。今度はギリギリお湯が持ちました。ここから3分待ちます。動画でいうと14分くらいになったらですね、液体スープを上に置いて温めておきます。ふりかけもついでに、バクコは元に戻しましょう。しばらく待機。いやもうこの時点だけでいい香りです。240円くらいかなでしたね。セイコーマートという北海道では普通種ですが、関東では極めて稀なショッピングで買いました。1分半ほどですかね。こんなに鉄ごこんなにあれだね、手こずってたら北海道民にバカにされますね。そろそろでしょうか。どうかして、こちらもどうかしまして、で、湯切り口、ここをちょっと動画は回せないので、残り電残量 20% か、ここは慎重にやりましょう。下手するとスマホまで死にます。念のため、このお湯も美味しいということで、他のカップに待機させておきましょう。
3カップに分かれました。これが中華スープが混ざっているやつです。熱っ。で普通にソースを混ぜていきます。ソースを混ぜていきます。結構ボリューミーですね。深皿なので。本当は食わない予定だったんですが、想像以上に体力消耗しちゃいまして。ふりかけをかけて完成です。ではふりかけも混ぜ込みましょう。そして完成です。続いてに中華スープも混ぜておきましょう。これが第2、第3。いや普通に食べ飲んだり食べたりして、あ、ちょっと飲むのは無理だ。ちょっと飲むのは舐めてみましょう。普通にうまいですね。まあ麺の味って感じでしょうか。ではこちらも。うまい。ヤングもうまいけどこっちもうまいですね。ではしばらく食べる音をお楽しみください。いわゆる ASMR ってやつです。需要ないと思う。喉が渇きました。こういう時はホテル側から用意されていた北海道大雪山雪の水天然水を
後で片付けます。北海道の水を取り入れます。結論、うまいというか、なんか滑らかですね。滑らかだなって思ったら軟水でした。しかし戻し湯も飲むような、飲めるような味にする北海道の知恵ってすごいですね。東京の方で売ってるペヤングなんて全部捨てですから。
まあ全部食べちゃおうと思って。明日朝から晩まで何も食えないので、これ冷蔵庫に保存したいと思います。では終わります。